アッパース・アラーグチー制イエド・アッパース・アラーグチーは、イランの政治家、外交官で、2017年12月より、政治担当外務次官。法律、国際問題担当外務次官及び、政治担当外務次官として、P5 プラス1との各協議において、イランの主席交渉官を務めている。アラーグチーは1989年に、イラン外務省に入省。 1990年代の初め頃には、サウジアラビアのジッタに事務局を構える、イスラム諸国会議機構にイランイスラム共和国政府、代表部の代理講師として報酬。アラーグチーは、中フィンランドイラン大使と、中日イラン大使を務めていた。大使になる前、アラーグチーは、政治国際問題研究所の所長を務めていた。 2004年から2005年まで国際関係学院の学長。2007年に中日イラン大使を拝命。翌2008年2月に、赴任3月11日に皇居で新任状を法定。中日大使として初の大仕事は、赴任する前年の2007年10月8日に横浜国立大学の学生がイラン南東部スイースターンバルーチェスターン州で、 武装麻薬密油団に誘拐された事件について、2008年3月27日に、東京で開いた記者会見で、全く無事だと断言し、イラン当局が、仲介役の部族指導者を通じて、解決に向けて動いている旨を述べたことである。アラーグチー大使の説明の通り、誘拐された横浜国立大学の学生は、同年6月14日に無事解放された。 不妊後初の訪問先は、広島であった。2008年5月21日、アラーグチー大使は、原爆ドームや原爆資料館を訪れて、被爆直後の被害者の写真などを見て回り、彼がまだ20代であった頃に8年もの長きに、渡って戦われた、イラン・イラク戦争で、イラクの独裁者サッターム・フセインが躊躇なく、使った毒ガス兵器による被害者を想起し、 核兵器をはじめとする大量破壊兵器を即刻、廃絶すべきであるとの意見を述べた。また、イランの核開発計画については、核拡散防止条約体制と国際原子力機関の監視を尊重することを前提とした原子力の平和利用である旨を強調し、平和を愛して原子力を平和利用する日本とイランの両国の連帯を強調した。また、 大使在任中の2011年3月11日、東日本大震災が発生した。3月24日、アラーグチー大使は、徳永久志外務大臣政務官を表敬訪問するとともに、イランからの緊急援助物資の目録を、徳永政務官に手渡し、イランに甚大な被害を与えた2003年のバム地震の際に、日本から受けた支援を忘れていないことに触れつつ、 類まれなる忍耐と能力を有する日本国民は必ずやこの困難を乗り越えることができると確信していると述べ、徳永政務官を通して日本国民を激励した。4月23日、アラーグチー大使夫人や大使館のシェフ、日本で活動しているイラン出身の女優サヘル・ローズが被災地の岩手県山田町を訪問して500食以上の炊き出しを行い、 鶏肉のトマトシチュー、ナン、伝統菓子などを振る舞った。2011年10月24日、荒口大使は夫人を伴い皇居の御所を訪問して、天皇、秋人、皇后美智子に一見、理人の挨拶をした。ありがとうございます。